やばくないですか皆さん。どうも皆さん、こんばんは。藤岡ちゃんです。いや、いい買い物しましたよ、藤岡ちゃん。おっと、失礼。スーパーミーでお送りしております。現地牛、輸入したてほやほやです。買っちゃいましたよ、藤岡ちゃん。千人記念です。プレゼントはしませんからね、これ藤岡ちゃん、藤岡ちゃんの私物ということで。めちゃくちゃ面白い子ですよ、これ。どう、グラキリス、これグラキリスね。お前の親分だよ。ねえ、どうよ、でかくない？で、形がいびつなのよ。また普通まん丸のもあったんですよ。でもこれ見て、石で押し当てられてギュギュって三角形になっちゃってね。まあこのままどう成長するかが見ものですよね、藤岡ちゃん。どうせ皆さんが言いたいのは分かりますよ、ひっつけろと言いたいんでしょ。重すぎる、ひっつけたいんですよ。でもね、輸入してくれた子、最近仲良くなった子なんですけどね、やめてくださいよって言うんですよね。ちょっとこれはやめときます。なんでね、この子グラキリスじゃないんですよ。皆さん分かります？若いやつ、ひっくり返したタコみたいなやつですね。もうタコにもなってないね、これ。化け物だよ、ほんとね。鳥の死体みたいですね、鶏の葉っぱむしった、うん、かわいい。いい匂いだ。いかんね、あんまりしゃべっ、こんなんしたら雑菌入っちゃいけないからね。あー、たまんねー。じゃあとりあえず今日はね、これを植えて、これをチョンパしてひっつけちゃいたいと思います、君のど真ん中のところに。ではスタートだ。なってみか、空は晴れて。ふぅ、藤岡ちゃんちょっと興奮しすぎてましたね。いやそりゃ興奮もしますよ。トラブルと遊べやんちゃーっつってね。いや、こんなの入ったらと興奞もしますよね。特別に安くもらいました。安くつっても高いですけどね、2つで6万ぐらいかな。最高。もしこれ欲しい人、こういうのが欲しいっていう、発根済みじゃなくてもね、まあ、新鮮なんでいけます。発根済みじゃなくても欲しいっていう人がいたらコメント欄にちょっと言っとってください。輸入してる子を紹介しますんで、藤岡ちゃん直接輸入してる子から買いましたんでね、結構よくしてくれると思います。まあまあね、値切りとかしないであげてくださいね。安くしてくれてるんでね、その後もお願いします。まあ紹介しますんでね、よいしょ。まあ、俺がでかいの買っちゃったから、もうちっちゃいのしか残ってないかもしれないですけどね。まあ、まずどっちから行こうか。植えようか、ひっつける。先にひっつけて、その後植えといて、最後にひっついたかどうか見ようか。そうしよう。じゃあとりあえずチョンパ動画いきます。さあ、怖え。ではね、やっていこうと思います。ふう、怖え。新芽も出てるんですけどね、ラメリーちゃん。でもお前はうちではでかくなりすぎなんだ。階段上り下りする俺がな、年取ったら多分死んじゃう。こけてお前多分いつかめちゃくちゃにしちゃいそうだから、すっ転んでね、階段。お前大変なんだぞ、運ぶの。重くなりすぎて。なんでね、もうちょっとちっちゃくしたいと思います。もう新しい命を芽吹かせてくれ。
頼む。用意するのはね、うん、こういう感じです。あ、ごめんなさい、皆さんに内緒でもう一個つけちゃってますね、こうグラキリスこれ1万円であったんでね、未発根のね、現地球買って火つけちゃいましたね。これも同じ要領です。このことでもね、こっちがちょっと弱ってんのかな、まだ芽が出ないんだよな。最悪切ってもう一回見てみますね。ではとりあえず皆さん、オペの開始だ。とりあえずね、結構深めに切ろうと思います。今回ね、台木の方を広めに使おうと思います。広めにね、広めに広げて、同じぐらいの大きさじゃなくて広めに。で、マカイちゃんの方を、マカイちゃんの方はちょっとちっちゃめにね、切ってね、ペトって乗っける感じでね、いいかなと思ってます。さあ行きましょう。切れるかな、これまっすぐに切れなきゃ意味ないんだよね。このぐらいでいきますね。通らねえな、一発じゃ。綺麗にまっすぐ行き、まっすぐ切る方があんのかな、ここら辺か。持てねえんだよお前、こそんなに。行きます。皆さん見えてる、見えてる、行くよ。あー、ダメだこれ、カッターで切れねえかな、ずやーずやー、切れたか。こう切ってくださいね皆さん。で、湿ってる間に、かわいそうに、ありがとうな。そうしてる間に魔界遠征ちゃん切っちゃいますね。皆さん、いきますよ。この子はちっちゃめに切ろうね。すまんな、すまんな、ワイ君、切らせてもらうぞ。こんぐらいでいいね、こんぐらいでいいでしょ。これをもうドスです。なんか合う形あるかな。おいいか、あっ、おこれいいんじゃない、これあったよ、これもうびしこぴったり。なんか印が欲しいな。ちょっと下を大きめにね、切っとくと、治るときに、包んでくれるわけですよ。枝とか切っちゃうと、包むでしょ？その要領で、この子を守ってもらおうと思います。ね、できればの話ですけどね。とりあえずもうこれ乾くの待とうかな。つかない。まっすぐ切るのむずいな、やっぱ人の手では。まあ、こんな感じじゃない。こいつだって反対向いてんな。でもこっち向き、こっち向きがいい。お収まり、収まり、あんまり良くねえな。これはすごい。あ、いい感じ、いい感じ。あとは接着剤でつけたいんだけどな。この樹液を取れないよね。むずいよね。ちょっと乾燥してから接着剤でつけようかな。この周りが乾燥してからね。多分内側ひっついてるところは、いい感じに湿ったまんまでいてくれると思うんで、よし、ちょっとこのままでいてもらおう。よっこらせ、切り口、あー結構乾燥してるな、マカイエンスの切り口。まあ休眠してるからだろうけど、まあ大丈夫でしょう。あっから吸ってくれるだろうね。面白い。根っこもちゃんと、根っこの部分はちゃんと切れてますね。いい感じです。さっ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 。では、君は。じゃあ、いつものスリッド鉢ね。にボラ土多めで入れてね。
排水性と通気性を良くして。最近聞いた話ではね、アガベとか育てるのね、ボラ土9と鹿沼土1でめちゃくちゃ育つらしい。何なんだろうね、アガベ。もうほんと栄養いらないらしいです。めちゃくちゃ育てる人に聞きました。で、現に育ってる人にね、めちゃくちゃ育ってる。マジで栄養いらねえじゃんとか思いながらね、すごく酸性にするそうですね。pH5 とか言ってましたよ。5ってやばくない？アガベの適正なのは6ぐらいとか言ったんだけど、5にしますとか言ってましたね。すごいな。んで、こんな感じかな。このぐらい土入れて、藤岡的にはね、あんまりね、土につけたくないんですよ。腐っちゃったら嫌だから。で、根っこが出るのは、この先端は多分死んでるって言ってたんで、この付け根ら辺だったり、まあこのら辺ですかね、根っこが出るっていうのは、言ってたのはね。なんで、そこら辺がついてりゃいいんで、もうちょっといいかな。これを、ブスッと刺しちゃいますよね。こんな感じでね。で、根っこが当たるところ、こうか。こうか。こうか、こうか。こんな感じですね。根っこが当たっ、根っこのところを、うわ、土につけたいなって感じだけど、こんな感じなんだ。面白いな、ほんとこの子。ね。で、俺的にはね、もうこれでグラグラじゃない。皆さん、スタイロとか、ここにかませたりするじゃないですか。で、藤岡は違います。藤岡流は、これ、ボラ土をね、こうやってかませて、これで固定ですよ。あまり固定はされませんけど、変な動かし方さえしなければ、これでいいと思われます。わかります。ギュッギュッとね、固めてあげ、あれちょっとずれた、ずれちゃった、ちょっと後ろ行く、後ろ行っちゃって、よしよしよし、まあ、ちょっと起こすか、あ、面白い。これでね、このボラのところは通気性いいから、あんまり湿りっぱなしにもなんなく、風通しもよく、藤岡的にはね、こうやってね、ボラで固めちゃうかな。そしたら全体固めれるじゃん。スタイロとかじゃなくてね。見た目も結構いい感じっていうね。藤岡的にはですよ。どう?これも結構固定されちゃいましたね、これ。ほら。いい感じ。ここ石があった部分ね。ああ、ここも石に挟まれてたんでしょうね、この。三角クラちゃん。ああ、かわいい!やべえ!これまた俺、屋上から動かなくなっちゃうな。いいね。ありがとうございます。いやー、ありがとう。この出会いに感謝。ありがとう。いや、センスがいいね。はい、完成でかい。これでもう一回水やって放置ですよ。最高だな。ね、固定されてんじゃね？サンキュー。どうですか、藤岡グラキリス、藤岡パキポの4連星ですね。グラちゃん、魔界遠征にラメリー。素敵ですね。やばいな。俺、年取って死ぬ時には、多分どっか枯れてるな。まあ、いっか。よーし、そろそろアロンアルファ使いたいんだけどな。まだ乾いてないかな。この前、乾く前からもう、この、縁だったからね、つけれたんですけどね。今回がちょっとね、広めだから、
ねえ、もう膜作っちゃえってやつなのかな。この状態でアロンのアルファさんにお願いしますかね。今回は速乾性のアロンアルファを使用しております。そして藤岡はビールを飲んでおります。さあ、君がどれほどの働きを見せてくれるか見せてもらおう。あ、これダメだな。これ樹液に負けてますね、ちょっとね。速乾性やば、知りたいものだな。植物が痛みや恐怖を感じるかどうか。あ、これ出なくなってんな。どうしよう、いけない。これで結構いい線いってると思うんだけどね。手がティッシュまみれだよ。こんなの学生時代以来だぜ。おっと、これは下ネタじゃないですからね。学生時代手にティッシュのカスをつけてたとかね、そういう意味じゃないですからね。男の子なら多分誰も経験してると思うけど手にティッシュのカスがクソ取れねえってね。女の子はないだろうけどね。これで隙間は埋まりましたよ。さあ、皆さん、異様な光景ではありますが、いかがでしょう。藤岡の開墾コレクションですね。まだいるんですけどね、他にもいっぱい。とりあえずマッドサイエンティスト賞完成ですね。うー、超でけえなお前、異常だぜあんたのでかさ。やっぱちまちま買うよりでかいのをバンと買った方がね、いいかもしんない。ちょこちょこ買うのもありですけどね、好きなものをね、たくさん。でもそのせいで大きいものが買えないっていうのはちょっと悲しいですもんね。いや、面白いな、いいな。もう完全に固定されてますもんね、こいつの重さで。こいつの重さもあるけどね。よし、とりあえずこれでまた成長の過程を見ていってみましょう。これがちょっと柔らかいんだよな、まだは。もう大丈夫かな、ひっついたかな。また乾燥しなきゃいけないね。日陰で乾燥させますね。この子はもう完璧にひっついてあったな。すごい、いいじゃない。それでは皆さん、またご質問があればコメントなりなんなり、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。もしかしたら藤岡ちゃんの動画に広告ついちゃうかもしれないんでね。めっちゃ長くなってるな、この子が。まあいいや、まあ広告つき出したらもうプレゼントしまくりますんでね。何もかもとは言い過ぎですけど、まあまあ、とりあえずちょっと気長に見といてやってください。では、とりあえず第2回マッドサイエンティストショーでした。ご視聴ありがとうございます。またねー。